今日からサブアカやっていきます。ちょっと待ってね。そうですね、 iPad を買いまして、使うパーティーはてかリーダーはこいつで、しばらくやっていく。サブは変える。ソニアグラのボリンシャットでクリアしました。どうしようかな、マイネの下でも行ってみるか。ちなみに操作時間15秒固定の全属性全パラ3倍の5コンプ以上で7倍固定弾1ダメージ。手がマジで助かる。はい、次はこのダイソー。これ何かだったら終わるよ。やばいやばい、何も見てなかった。来るからちょっと息ためよう今のうちに。やばい、もう一回行ったらもう行けないわ。アグニ絶対こんなん余裕やん。
方の風な感じ。けどね、アイパス、あー、光。ランクが上がらんかもしれないんで、ランクが上がらんかったから石を使わんといけなくなってきて、いろいろ嫌な感じに。
こまでいけんだろうと思ってた。でっかい、まあ、言うて7サンゴ積み立てあるからね、ある程度はいけんだよね。俺の家族力が皆無だけどさ。これで5コンボ。おお、すごい。こんなスキル出てたのいつの間に。もうおおおお出た。これ使ってる人いんのかな。ドライヤー初心者応援なんちゃら。カタンとか出たときはおーすげえと思ったけども、いらないよね。だってこいつ使わないとスキル上がっちゃう。はい、アグニ降臨 OK。 ちょっと待って、さすがにクエストは無理でしょ。クエストは3とか解放できてるの。行ってみよう。これランク上がらなかったらどうしよう。毎度こうして、これでまず落としになってるでしょ。あーでも回復が違ったね。あー失敗。
さあレベル4、あーっとまさかのここでリーダーにいなくなる、じゃあフレンドにいなくなる。はい、さあこれも多分大丈夫。
多分さっきの無効貫通といい、あれがずっとってなってくると死んだんだよ。大丈夫、全然大丈夫じゃない。これは普通に分割飲んでる。あ、怖かった。まだ2回でした。グリフォン、グリフォンライダー、ルーレット苦手。しかも高速ルーレット、でもグリフォンだけでマックス当たった。はい、初めて何どうだろう。落ち込む。もう7コンボばっかり、あぶねー。 OK、 もう出てねーわ。さあどうだ、勝ち。さすがにヒーゾって入ったらいけるべ。いやー、間違えた。さあ、こういう時のね、エレメンタルロー、ナイス。7コンボいった。
だけど回収が切れた、回収が切れた、耐えてくれ。まあ OK、 吸収はいいぞ。あー失敗した。頼む。おじゃいける？ちょっと待って、苦手すぎだろ。ボコボコしてもできない。ヘスティア、マイナコンボ、ハッコンボ、見てなかったわ。やばいな、これやっぱそろそろリターンダメージ吸収、属性吸収が必要になってきてる。
さあどうだ、頼む。ダメージ90、特性90ないんだよ。1、10、100、1000、10万、10、10、100、1000、10万、足りないんだね。うわもうしんどくなってきた。あー HP じゃなくてスタミナもなくなったな。そしたらもうサブは変えるから、サブは変える、さすがにサブは変えるけど、でこれ何しちゃうんだっけ、こっち、いいね、これいいね、進化素材、進化素材ないやん。これもさ、こっちにしたいのよ、この体勢たち。でも進化素材ないやん。モンポってどうなの、モンスターポイント95しかないやん。ちょっと待って、ストーリーでモンポプラス玉ドラ宝石、モンポないの、という直したらもう全部 OK。 ただ一体でよ、ごめんな、サバーガーだから容赦なく。FF の時からちょこっとだけやってて、ボックスねこんな感じになってます。一応エアリスとジューナーと、まあ、ジルは2体で、はいね、まあ、こっちでもいたけどね、モンポ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 って何さ、はい、ノーマルダンジョンでこれクリアしたらモンポもらえちゃったけど、100,000万、1万ポイント。ちょっとこれを配信で食べたので一旦。